おお、すごい。やっとですよ。やっと来月。パッケージも出来上がって。10月発売ですよね。10月発売です。10月発売ということで、ついにここまで。ついに。やってまいりました。こだわりしか詰め込まなかったから、もうみんなに、はい、遅いだ、早くしろだ、ののしられたけど、ののしられ。もう関係ない。関係ない。僕はもう作りたいものを作るっつって。ちなみにタクちゃん、これはもう実調で釣ってるんですよね、タクちゃん。釣りビジョンでも結構釣ってるんですよ、実は。あ、で普通のもうプラでもめっちゃ釣ってるし、で、はい、本当はこれはもう巻いて使っていただきたい、僕のこだわり的に。巻くだけ。巻くだけっていうのが、それでも釣れるっていうものを作ったんですよ。なんでそのバス釣りをまだ始めて間もない人がピュンって投げて、こんなアクションとかよくわかんないでしょ。その人たちにも受け入れやすいように、はい、ピュンってジャッジゲットにして、はい、ピュンと投げて、もうね、彼氏がさ、もう彼女じゃなくて、彼女じゃなくて、もうお前をこれもう投げて巻いてればいいから、つって投げて巻けよ、つって。お前のわけわかんない。来た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 。やるでしょ？あれもできやすいのためにこういうの巻いていい、演出のための演出、はい、で上級者になったら、はい、これなんで巻きがいいっていうと、こだわりいっぱい入れたんですけど、はい、ここのねくびれの部分があるんですよ。ここ見にくいかもしれないけど、なんか見たことないような、このジョイントテールにしてあるんですよ。すごい。なんですごい可動域が広いんですよ。グリングリン動いてますね。っていうことは何かっていうと、はい、テールがより震えるんですよ。おー。なんでゆっくり巻いた時にリアルにファーッと泳いでくるベイトフィッシュをイミテートさせたかったんで、はい、ゆっくりね巻くとね、うん、こういうシャッドテールって意外と動かないやつの方が多かったんですよ、はいはい、だけどゆっくり巻きでちゃんと食わせれるようにということはですよ。上級者になったらだよ、はい、ゆっくり巻いてテールが動いたら僕はねキャノとかにもいいと思うんです。あ、なんで いろんな発展系がさらにもあるんですよ、はい、だけど巻きに特化してるから巻きでできるだけ初心者でも上級者でも使いこなせるという それは考え次第でいろんなことができる。だけどもうみんな巻いてほしい。ノーシンカージグヘッド、はい、スプリットでも OK、はい、アラバマ、あとはジグのトレーラー、はいはい、特にねレアですからスモールラバージグ、スモラバ出てるから それのあえてトレーラーに。スモラバとも合うんですか。めちゃ合う、めっちゃ合う。あ、そうなんですね。レアリス の,、はい、あのスモラバって最初から VTL シャットついてるんだけど、そうです、ね、はい、もしそれが切れちゃった場合に、はい、応用で VTL じゃなくてブースターウェブ3.5をつける。おそういうことも可能な、素晴らしい。全てにおいて考えても頭がパーンなるぐらいやったのか。詰め込んだワームがこれってことですね。ブースターメイク、こちらで皆さんお店で見かけたらとりあえず手に取ってみて、見てとりあえず見たら欲しくなっちゃうから欲しくなっちゃうからそうですね、ぜひ使って皆さん、ぜひ使ってください、いただきたいと思います。はい、はい、それでは、え、もう終わり、え、まだ次いきますよ、もちろんまだまだ追っかけますから。あ、お願いします。いきなり来るんで気をつけてくださいね。よかったね。僕が取りに行ったタイミングで。今日は逆。まさか、ね、逆になっちゃったの。いないっていうシチュエーション。言っといてくれたらいたのにさ、何も言わないじゃん二人して。それがもう突撃ですから。だから僕なんかこっから来た時に何かやってると思ったから逆に勢いよくわーって来ちゃったから。よかったんかなと思って。まあまあ、あの、ね、タクはこういうキャラで、はい、ちなみに取りに行った時も僕裸足で行った。裸足見てください。暑いの、もう暑いの、靴履いてください。大丈夫大丈夫、ちょっといやだって暑いんだもん。廊下ペタペタして超気持ちよかった。ペタ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 バイバーイ